はい、今回はね、エセ童話対抗シリーズということで、ブラック解放同盟員、あるいは組織としてのブラック解放同盟から絡まれた場合にどうするんだっていうことですね。で、私としてはですね、やっぱりぜひね、この松岡克己、ブラック解放同盟中央本部執行委員、そして三重県連委員長、この人の横領と公金詐取のことについて正すべきだと思うんですよね。で、そこで解放同盟員がいろいろ言ってくるんだと思うけども、その想定問答っていうわけでもないんだけども、じゃあどう反論するのかっていうのをレクチャーしていこうと思います。で、まず言われそうなのが、それはデマじゃないかと。もしデマだったらあんた責任取れるのかって言われるかもしれないけども、それについてはですね、僕こうやって動画で松岡克己横領公金詐取って何度も言ってるし、で、そのことはね、裁判でも言ったんですよ。訴えられてる。だけどね。で、弁護士も見てる前で言ったわけです。で、その場合、反訴って言って逆に僕は訴えられる可能性もあるんだけども、今のところ反訴されてないですね、この件では。で、解放新聞にね、こうやって、被告は居直りに終始とか言って、まあ、相変わらずね、この宮部は、鳥取ループは悪質だとか、いろいろ書いてあるけど、この松岡克己のことについては書いてない。デマだったら、それはデマだとかね、何かしら反論を載せてもいいはずなのに、そういうの全然載ってないんですね。で、事実関係について、例えばこの公金詐取について、実はね、2月5日にね、この松岡克己さんの勤務実績表が訂正されてるんですよ。三重県人権大学講座で講師をしていたとかね、伊賀市同和奨学金支給選考委員会に出席していたとか、だから、この勤務実績表が正確でないっていうことはもう認めてるんですよ、松岡克己さんは。だけど僕実際はこれだけじゃないと思いますからね。まあ、いずれにしろ、もしデマだったら僕は訴えられるし、それこそ下手したら刑事告訴されててもおかしくないのに実際そうなってない。で、なおかつ、この勤務実績表が正確じゃないっていうことは松岡克己さんを認めてる。だから、その、デマだどうだっていうことに関しては、いや、もう仮定の問題じゃなくて、これ事実だから、事実で証拠あります、以上でいいと思うんですよね。で、さらにね、言ってきそうなのは、いや、それは関係ないがなと、それは松岡克己のね、個人のことだからっていうふうに言われるかもしれないけど、個人の問題じゃないですよね。いや、松岡克己が横領しました、それで処分しましたっていうんだったら個人の問題で済むかもしれないけど、この松岡克己さんの地元の伊賀市の八幡支部の人が中央本部に告発してるんですよ、何年か前に。それを中央本部は握りつぶして、で、松岡克己さん、糾弾してるんですよね、その告発した人。これ個人の問題ですかね？これ組織的に隠蔽してないですか？これを。その横領とか、その公金詐取は個人の問題かもしれないけども、そういう違法行為の、この隠蔽とかね、握りつぶしっていうのはこれ完全に組織の問題ですよ。中央本部が組織的にやってることですよ。だから組織の問題ですよ。だからそういう違法行為をね、握りつぶすような組織とは、もうコンプライアンス上相手にできないと。ね。それはヤクザがいくら仁義だの正義だの言っても相手にしちゃいけないのと同じことで、やっぱり違法行為を認めるような組織とは相手にできないですよっていうふうにはきっぱり言った方がいいと思います。そしてね、最後にですね、これ解放同盟よくあるんだけど、逆ギレするんですよ。まあ、だったら訴えればいいがなと。ね。そういう違法行為やってるっていうんだったら、大いにね、訴えていけばいいがなっていうふうに言うんだけど、まあ、それに対しては、あ、そうですかと、じゃあ訴えていきますよと、処分するまでと。あなた解放同盟員だったら、こういうものをね、見過ごさずに、本来だったらあなたが中央本部にね、訴えないといけないでしょ、処分するようにと。それをしないんだったら、じゃあ訴えましょうと。じゃあどこに訴えるかって言ったら、それは世間に訴えますよと。解放同盟は社会運動をしてるんだから、その社会運動をしてる団体がおかしなことをやってるんだったら、それは社会に対して訴えるべきでしょうと。だから松岡克己の横領、公金詐取について、うん、わかりましたと。社会にずっと訴えていきますと。解放同盟がちゃんと対処するまでずっと訴え続けますと。蒸し返し続けますと。まあそういうことですよ。ということでいいと思います。なので皆さんね、どんどんね、この松岡克己の横領、公金詐取を訴え続けていただければと思います。
ということで、今回はね、エセ童話対抗シリーズということで、解放同盟から絡まれたらどうすればいいか。その答えは、この松岡克実さんの横領と拘禁査について。ね。もし、言いがかりつけてきた解放同盟員が知らなかったんだったら、ぜひ、知らせていただければと思います。ちゃんと証拠もあるんでね。ということで、今日の啓発動画でした。